皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは弱い自分も受け入れる勇気ということについてお伝えしてみたいと思います。弱い自分っていうのは、例えば私なんかもね、あまりこう人に弱みを見せるっていうか、そんな気張って生きてるわけじゃないんですけれども、こういうことできないんだ、ダメなんだ、助けてほしいとかっていうね、お願いをするっていうのも非常に苦手なタイプでしたね。頑張ってどうしてもダメな時だけお願いっていうみたいな、そういう感覚っていうのはあったりとかしていましたので、弱い自分をね、認めてないっていうんじゃないんだけれども、見せたくないっていう、こう自分の中でそれをね、しょっちゅうやってると自分が弱くなってしまうようなね、気がしてできなかったっていう時期がありました。でもある時から、その例えば誰かの知恵を借りたりとか、誰かと一緒に何かをやっていく時っていうのは、その弱い自分も受け入れる勇気っていうのがやっぱり必要なんだなっていうのを感じたことがあってですね、弱い自分っていうのは、あ、こういうのはできないから、ここはもう思い切って人にお任せしようっていうのを決めたりとかですね、これは得意じゃないからできる得意な人にお願いしようというふうに割り切ることができるかっていうことにも多分つながってくると思います。今の私は割とそのあたりがね、できるようにはなってるんですけれども、頑張っちゃうタイプの人がこれをできない方も結構多い。だから自分の時間には限りもあるし、優先順位っていうのが当然出てきちゃうわけですよね。そうすると無理に頑張りすぎない、頑張っても時間が足りない時ってどうしてもあるんですよ。でそういう時には、今の私はここまでだ、だからここは人の力を借りようっていうせめぎ合いを割と早い段階で見極める必要があります。これギリギリになってからですね、誰かにお願いしたり頼もうとすると、ギリギリになって頼まれる方もしんどいですし、ご自身もその人を探せなかったとしたら、例えばもう体力の限界っていう時だって倒れちゃうしかないんですよね。だからその弱い自分というか、ここは難しいなっていうのを見極めるのも仕事上大事だし、才能の一つなんじゃないのかなっていうふうに思いますので、こういうところって自分でダメだな母くらいの感じで気軽に捉えてやられていくといいんじゃないかなと思います。余談なんですけどね、私営業事務の方とかと契約をしてね、お仕事をしてもらってるんですけど、彼女は私が苦手なところが得意っていうか、全然苦でもないし好きですっていう感じでやってくださる方なんですけど、私単調な作業がすっごい苦手なんですよ。飽きちゃうからで、例えば宛名書きとかですねすごい苦手です、あと数字の入力、ただ右から左に入力するみたいなね、そういうタイプのはめちゃめちゃ苦手なんですよ。新しいものを作るとか企画を考えるとか、ワクワクするのは好きなんですけどね、もうそういうものはギブアップですもうお願いしますって言ってで、やってくれると盛大に私喜ぶんですね。もう本当に嬉しい、ありがとうとかって言って苦手で、だってその人がやってくださるわけですからね。そうすると逆に、この程度のことで喜ばれるなんて事務方の冥利につきますみたいな感じでね、言われたりすることもありました。だからそうやって持ちつ持たれつで世の中ってうまくいくんじゃないかなというふうに思っているので、一人で頑張りすぎないっていう一つの指針として聞いていただければいいんじゃないかなというふうに思います。それでは。